いや、海が見たくなっちゃってね、ちょっと、フラット海を見に行ってきたわけですよね。うんうん、ええー。すごいですね、江ノ島に。じゃあ一人で行ったんですけどね、灼熱の中。ふらふら海を見て歩いていましたね。まあでも夏休みですか、観光客もいっぱいいてね。うん、あの江ノ島の方の方を登っちゃったりとかもしたんですけどね。まあ中国の方が多かったですね。ほぼ中国の方なんじゃないかなぐらいの。まあそういうのいやいやいや、もうそれ象徴的な砂浜を歩いてたんですけどね、一人でおじさんがですよ、うん、サザンかけながら、ね、かわいいでしょ、かわいい、あの砂に書いたラブレターみたいなカップルがあるでしょ、はいはいはい、あれがもうほとんど中国語だったんですよ。あー日本語じゃない、ニーハオみたいなのずっと書いてました。ニーハオじゃないかもしれないけど、これどういう意味やねんみたいな、ね、いやすごい時代になっちゃったなと思いながら、そうか、いやインバウンドはありがたいことですけどもね、これ、まあね、そんな話もしてますけどもですね、うん、何があれかって言いますと、びっくりしたのはあの湘南であの、うん、めちゃめちゃタトゥーのお兄ちゃんが地元の子でしょうかね、まあ、味があるよな、ああいうなんかいろんなサーファーの自転車とかあるじゃん、サーファーのバイクとかね、ああいいなあなと思ったんですけど、ものすごいノースリーブに長袖みたいなタトゥーしてるお兄ちゃんが、うん、町のレンタサイクル乗ってましたよ。なんか、あ、もうタトゥーっていうのもこういうもう市民権を得てんだなみたいなね。まさに市民権でしょ、だってね。かわいいな。すごい落ち合わないものですよ、それ二つね。確かにね。なんかそうなんだなと思いながら、眺めてましたけどもね。そっか、そっか。しらす丼なんか食べてきましたけどもね。あ、いいじゃないの。ありがとうございますよ。ということで、何が言いたいかというと、はい、遺跡情報とかあんま見れてないんですよ、これね。ええー。でも、岩尾さんがっていうのだけ見ましたよ、先生のツイートで。いや、まじ、びっくりしたわけ、うん、岩尾。びっくりしましたね。浦和から今出るのって言って、で完全遺跡なんでしょ、完全遺跡です、古巣復帰、古巣復帰、もちろん古巣のピンチというかね、うん、にこう大歓迎されて壊れてってのはもちろんありますけど、今浦和ね出ちゃうんだっていうなると、うん、もちろんグスタフソンとかいるからみたいなこともあるでしょうけど、うん、なんかいろいろうまくいってないのかなっていう、浦和もびっくりしたよ ねだって今坂井宏樹ショルツ出るとこでしょ、そうなのよね。でしょ？うん。こっからって時に。やっぱり岩さん出たら助かるじゃない、今も浦和は。いや、そうなんだよね。だから、だー、こういう、今出ちゃうのと思って。しかも、ね、ムンディアルですか？うん。でも2025年の。ムンディアルと呼んでるんですか？ああ、そうね。あの、来年いわゆるクラブワールドカップでしょ？いわゆる。あれもある中で。うん。これ難しい決断だったでしょうけど、先生、どういうことですか？これは、ちょっと知りください。あのね、俺難しい決断だったんじゃないかなと思ったんですが、うんうんうん、まあ多分ね、違うわ。違う？何が違う？これね、浦和も多分、顎、なんだ、外れたんじゃないかなって、首脳陣。顎外れたでしょ、これは。え、浦和、首脳陣が。そう、要は、なんかね、徳島側のコメント見たんですけど、はいはいはい。あの、多分ね、岩尾発信です、これ。徳島でも、浦和でもなく、うん、岩尾さんが俺、徳島行きて、へえ、ああそうなんですか。なんかいわゆるなんかあのこのいわゆる状況下で、うん、徳島側の皆さんにもそして浦和側の皆さんにもとか、うん、ご尽力いたこの遺跡を成立させるためにご尽力いただきましてってコメント。ああじゃあそうだ本当そうか。うん、だからまあな古巣がピンチってのは間違いないと思うけど、だから元からやっぱりもしかしたらから坂井宏樹さんと同じで ACL 取るためにってのが。プロジェクトで来てたのかもしれないですね、浦和に。まあでもね、完全なレギュラーで今ないですから、そういうのもあるでしょう。うん、でしょうね。だからとは。バックアッパーでやるよりは、やっぱり、しっかりと力を出し切って、徳島の方でっていうことか。そうでしょうね。もう骨うずめるつもりでもう、だから帰ってくる、帰ったって形でしょうから。なるほどね。これは大変。浦和がよく出しましたよ。だからご尽力いただいたってことに。出しって言えば、いあのいわゆる30彼は今年5かな、うんうん、になるんですけど、うんうんうん、あ違う6になるんだ今年で、はい、なんだけど要は36歳とは思えないぐらいに浦和としては移籍金入ってくるんじゃないですか、うん、例えばなるほどね、例えばね、でこれ思えばさまさ、今回だったらその坂井宏樹ショルツ岩尾健って出てるけどいずれもやっぱり30代なんですね、気になるのは。はいはいはい。で浦和ほらちょうどほら ACL 取るためのほら天皇杯勝った時とかそうでしたけど、はい、あの時は牧野さん、宇賀神さん出したとかもあったじゃないですか。はい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 。だから30代中盤ぐらいになったらそういうことは考えてるチームなんだろうなと思っていて。うん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 。それでだから移籍金が発生するならもう
出すのはもう山坂ではないというかね。なるほど、なるほどね。まあ、それだけのレギュラータイガーとかきっと取ってくるってことなんでしょうけど。はい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 、驚きましたね。まあ、驚いたね。それはね、一方、その頃私ですね、しらす丼、あ、そうだ、しらす丼が美味しいんだよな、江ノ島って、と思いながら。でもやっぱ一番いいところで食べたいじゃないあ、そりゃそうよね。あ、で 道とかにもいっぱいあるわけですよ、そのね、名物だから。いろんな駅前にもあるわけですよ。でもただ、あの、江ノ島のてっぺんの奥の方の一番海が見えるところで、食べたら昔と思って。ああ、はい、はい。食べようと思ってめっちゃ歩いて大変だったんですけど、そこ行く前にどうしてもお腹減っちゃって、うん、なんとセブンイレブンでサンドイッチ1個食うっていうね。ねで朝から仕事して昼終わったんでね。で、天気が良かったわけですよ。だからちょっといいと思って、朝から何も食ってなかったわけですから、うんうんうん、もう2時3時ぐらいもこう着きましてですよ。2時3時コラボですよ、私と江ノ島の。ね。で、サンドイッチを食べて海辺を歩いてましたら、なんとですね、はい、こんなことがあんのかなと思いましたけど、うん、これちょっと来てよかったと思ったんですけど、はい、行かなきゃそんな気持ち絶対なんないんで、うん、私の上空をですね、はい、めちゃめちゃ2羽のトンビが迂回しだしたんですよ浜辺で明らかに獲物を狙う動きなんですよもうね、残り2口のサンドイッチをねパクって詰めました口に。するとトンビはね、私から離れていきましたけどね。怖かった、あんな近かったら怖いわそれは。なんであれ狙ってんの分かんだね。もうほんとどんな経験と思いました48歳一人旅トンビに飯狙われるっていう、ね、やば。その頃すいません、その後岩尾さんの話を見てびっくりしたんですけどね。なるほどね。あの気持ちってやっぱこうね、少年時代、うん、にしか感じたことない気持ちなんで、はい、その時もトンビじゃなかったですけど、なんかこうね、自然と自分とちょっとした恐怖っていうのはね、うんうん、なかなかないですよね。そうだね。っていう話です。綺麗でしたよ。その後トンビが上昇していく姿がですね、逆光で太陽光を遮った瞬間が、あの進撃の巨人のオープニングみたいでした。違うな、青足から、青足のアニメのオープニングシーンみたいな、ね、あるんですよ、そのシーンが、ね、あるんだ ねあるんですよバカでしょ、ね、いやいや、バカでしょ、ね、そうなんですよ。いやーねー、っていうこともありな、なんか昨日ツイッターその帰り道で見てましたよ、うん、なんか皆さんおめでとうございますと誰かがつぶやいてて、はい、J リーグファンの皆さんおめでとうございますと、明日、うん、ビッグネーム加入の発表が必ずあるでしょうっていう予言がありましたけど、今日見たらそんなこと何もないですね。何にもないですね。でそのリプランみたいなところに、ね、なんだモドリッチかとか、シャビが復帰かとか、なんか大喜利状態になってましたけどね。いやいや、ね、奥側でしょみたいな話もなってましたよ。奥側なんか、違う。出てない、結局出てない。なんだろうな、出てないです、ね。騙された。我々今3時に撮ってますけど、これはまたない、ね。ユーロが、ユーロがね、敗退決まった、ね、モドリッチがきっと、もう大なんだよな。違う、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 ね。うん。なんか、ダサいですね。私そんな別にビッグネームがどうこうの時代じゃないよ今っていつも口を酸っぱくして言ったつもりがね、それにちょっと色めきになってしまったという嘘だったわけですよね。いや、わかんない、またねこれの後に出るかもしれないけどな。いえいえ、飲み旗飲みサブローが知らないものをそんなよくわかんないツイッターのね、なんかこうしてるわけないでしょ。まあそりゃそうだな、あ、そうです。まあそうね、あとはだから遺跡のところで言うと、まあビッグ下まではいかないかもしれないけど、何でしょうかね、マリノスのやっぱり吉尾海奈選手ですか、うんうんうん、が、チェジュユナイテッド韓国に、あ、チェジュ島の方に、そうそう、移籍しました、ね、いいらしいですね、チェジュ島ってね、なんかあれでしょ、リゾート地なんですもんね。リゾート地なんですよね、うん、に移籍っていうところ、まあ今年なかなか出れてなかったですからね。あったりのシュビルゾクさん、大宮、はい、が、まあ、契約満了ということにこの段階でなったり、はいはいはい、まあ、1年間の多分契約、去年の夏加入なんでそうだったんでしょうけど、うん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 、まあ、そんなところがありましたね。あとは、まあ、驚きなところで言うと、あれですね、まず、あの、米本選手、今日、あの、名古屋の。ああ、そうだ、そうだ、動くんでしょ？そうが、京都にも行きましたね。あ、はあ、はあ、はあ。あ、それは結構大きなニュースですね。ここは大きかったね。でも、やっぱ、ボランチが行くっ
ていうことはってちょっと思っちゃいますけどね、はい、川崎聡太ってことなのかなとか。あ、そりゃそうかもね。ありえるよね、うん、もちろんね、単純に中盤をこうもっと拡充させたいってこともあったのかもしれないけど、なんていう話もあったよねと。なるほど、はい、はい。あとはちょうどマーさん言ってくれたけど、あとユーロね、はい、はいはいはい、ユーロね、ユーロね、あーあーあー、ユーロが、まあ、これで決勝トーナメント。あ、そうですね。こっからなんかちょっとじっくり見ようかなと思ってますけどね。ちょっとなかなか夜起きて、いや、見ることがちょっといろんな都合上できなかったんでね。ねえ、ってことで、このサブアカが出てる日の夜から、うん、決勝トーナメントスタートですかね。あ、そうですか。はい、楽しみでございますな。一応組み合わせだけまず言ってくと、ちょっと言っといてください。これ朝までイメージできるように教えてください、バカなんで。ありがとうございます、はい。スペイン対ジョージア、スペイン対ジョージア、はい。まあ、無敵艦隊に初めてこの間ね、ポルトガルに勝ってはユーロ史上初勝利でしたから、ジョージア、うん、あ、そうそのだから、ね、ジョージアって意外ですね。頑張ってほしい。そうですね、うんうん、もう新興国はどこまで話題でしょうね。そうですね、ジョージアでは今、うん、いや、そうでしょ、ここは。私、良い声でジョージアフェスのね、演奏を聞いた私としては、ウリリ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 リみたいなね、独特の歌唱法でしたけどね、応援したい。はいはい。そして、その対戦相手になるのは、ドイツ VS デンマーク。ああ、なるほど。これ、ドイツ、スペイン勝ったら次当たるんですよ、ベスト8でね。はいはいはい、そうだ。これ、すごいね。まあまあ、そうでしょうね。どこなんだと、それも当たるでしょうね。まあまあ、そろそろかってのはありますけどね。あとは、ポルトガル対スロベニア。あ、スロベニアが上がってきている。そうなんですよ。うん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 、でただ、この後、ベスト16でこんなカード始まるかっていう、フランス対ベルギー。まあ、あるでしょうね。ね、ああ、これ面白い。面白いですよね。一番面白い。ただここあれでしたからね、要はなんでこうなったかって、そもそもフランスのとこのグループ、フランスが1位抜けだろうと思われていたら、うん、オーストリアが1位抜けで2位フランス、3位オランダで、ポーランドが最下位になってしまった。そうだった。じゃあオランダ落ちちゃったんですね。あ、オランダね、ギリ残ります、3位。ああ、そっか。うん。はははあと、ベルギーの方も、これ多分史上初だったと思うんですけど、うんうん、ベルギーの所属したグループ E。うん、全チーム1勝1分け1敗。いや、すげえな、なるほど。で、得失点でウクライナが敗退。はいはいはい、はい。で、他3チームは生き残ったんですね。ルーマニア、ベルギー、ブルバキア。なるほど。いや、そらっていうので。思え、ともえでしたね。ね、で、ことでフランス対ベルギーっていうカードになり、あとはルーマニア対オランダ。そして、オーストリア対トルコ。イングランド対スロバキア。で、スイス対イタリア。なるほど。っていう感じですね。ちょっと待って、イングランドどうしちゃったの？もう見てない間に。イングランドがね、出てたよね。イングランド出てたんだけどね。あれ？いや、生き残ったよ、今。生き残ったけど、1勝2分けで、点、1点、2点ぐらいしか入れてない。イングランドって今出てきた？トーナメント。出てきた。あ、ごめん。聞いてなかった、ちゃんと。イングランドは、スロバキアとの対戦になるんですけど。失礼しました。はいはいはい。ただね、まずグループステージで言うと、セルビア相手に 1-0、デンマーク相手に 1-1、で、あとスロベニア相手に 0-0 だったんで、まあ、いわゆる2点しか取ってないですよね、3試合で、グループステージ。いや、でも、そういうチームこそ、ここからグッとスイッチ入ったり、トーナメントで、していくんじゃないかな。そうだね。まあでもだから、ここのグループがユーロの歴史上最も点の入んなかったグループらしいですね。だってスコア 1-1 と 0-1 と 0-0 しか存在しないんだもんね。ちょっとなんですか、グループリーグあんま盛り上がってないって、そんなことないでしょ？なんかこのグループは正直あんまり盛り上がってなかった。盛り上がってないというか、その得点という意味では。意味ではね。面白いなあ、どうなるかな。あとなんか今年はね、いわゆるオウンゴールがめっちゃ多いってので、あ、そう。言われてるんですよね。普通グループステージ終わった頃で全体でも2点3点ぐらいなの、今回7点ぐらい入ってるんでしょ、グループステージ終わった頃で。だからなんかちょっと高い方かね。なんかそういうのもあるんでしょうね。なるほど。うん。か、賄賂が動いているかどっちかですか。そんなできないもんね。そんなできないもんね、わざとね。わざと難しそうだね。はい、あとはまさにコパアメリカ。コパアメリカ。はい、どうなってるんだろう。こちらはですね、まずグループ A。はい、グループ A。これ2試合もう終わってるんですけど、はいはいはい、まあ、アルゼンチンがもう余裕の2連勝。うん、で、勝ち点6で1位。で、それを、まあ、カナダが1勝1
敗で追っていて勝ち点3、うんうん、でチリとペルーが勝ち点1で3位と4、はい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 、のこのこうなんかちょっとここら辺ね、うん、チリというところがちょっとって、うん、なってます。あとは、はいはい、グループ B はベネズエラ、うん、エクアドル、メキシコ、ジャマイカっていうグループなんですけど、うん、ベネズエラが2連勝、うん、でエクアドルとメキシコが1勝1敗でジャマイカ2敗。ああそうですか、なるほど、うん、ジャマイカさんで、ね、であとグループ C、うん、こちらも2勝1勝1は1勝1敗2敗みたいなグループですけど、うんうん、ウルグアイ、はいはい、首位がウルグアイで2位争いをアメリカとパナマで、2連敗がボリビアです。アメリカ相手ですよね。アメリカとの今回パナマにちょっと負けてしまって。ああそうなの、地元だもんね。そうで最後残ってるのが、うん、ウルグアイ戦アメリカ残しちゃってるので、うん、このままだとアメリカちょっと敗退の危機っていう。やべえか、そうね、地元が残ったか盛り上がるんですけどね、うん、そうですね。ただウルグアイは私ね、うん、頑張ってほしいっていうのはこの間コパアメリカカードのね、あの、うん、ニュネスを手に入れたんでね、ウルグアイが勝てば勝つほど彼の力も上がりますんでもうウルグアイ一番推してます私は。なるほどな。あとはこの動画が出てる日の朝にね、おそらくコロンビア対コスタリカ、そしてあとパラグア対ブラジルっていうのが行われてグループ D 終われば、これで全チーム2試合ずつ終わるって感じ、ね、なるほどね、うん、はい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 。いやもうそして6月終わりますからね、まさにね。終わっちゃ早かったですね。早かったね。いやいや本当ですわ。うん、そして来週になるとオリンピックメンバー発表もありますから。そうですね、うん、よくだったことは、いやいや、一番その峠の、はい、もう岬みたいなところに立つですね、しらす丼屋さんがあるわけですよ、うん、もう、はいはいはい、パノラマです。水平線しか見えないもう、うん、その中の、峠のしらす丼食べたんですよ、はい、テラスで、テラス席で、風もちょっと吹いてちょっと寒くなってきた頃だったんですけども、はいはいはい、僕もハーハーいって汗びっちょりですよね、上がっていってきましたから、うん、暑い中ね。じゃあ店員の女の人が来て、はい、他のお皿片付けてたから、うん、すいませんすいませんって言ったの、注文しようと思って、はい、うんうん、したら、まあ、ちょっと練習の一杯もいただいちゃおうかなと思ってね、しらすとともに、いや、いいじゃん、最高じゃないですか、すいませんって言ったら、ちょっと風も強くちょっと聞こえにくかったんですかね、うんうん、おだって言うんでしょ俺に。言い方と思って、しらす丼くださいって、あ、しらす丼ですねって急に優しくなったわけ。うんうん、多分俺中国人と思ってたね。あれ、いや中国人だから冷たいってことはないんでしょうけど、なんでしょうか、なんか一瞬聞こえなかったし、何言ったか分かんないから英語で接したんだろうね。おだって言うから、はいって言いました私。ここまで上がってきて冷たないと思ったけど、優しかったですね。なんだちょっと気にしてたのかな、後からも どうぞごゆっくりって言ってたね。いやでも本当もうわからないね、可愛い子だなと思ったら、ちゃんほんやねやって言って、あの、そういう仕事しますから。いやもう江ノ島の島の方なんかほとんど僕以外も8割中国の方だったじゃないかな。いやー、最近の多いね、なんかね。ぐらいの感じでございましたね。ということでございまして、はい、中国とワールドカップ当たるよということでございますから、大将戦ね、楽しみでございますね。そうですね、はい。ありがとうございました。どうもどうも。じゃあね、また、まいちゃんやってます、聞いてください。そして、タオルマフラーもやってます、ステッカーもやってます、そして、イベント、まだまだ。オンラインチケットありますので、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございました。